火災現場福山ホテル火災とは2012年5月13日に広島県福山市のホテルホテルプリンスで発生した火災事故7名が死亡した建築基準法及び消防法に違反した建築物を使用し長年営業していた上行政側も見過ごしていたことが被害拡大を招いたとして問題になったなお報道では広島ホテル火災もしくは広島 福山ホテル火災などとも呼称されている。死者が3名以上出た宿泊施設の火災は1994年に発生した福島市飯坂温泉の火災以来になる。広島県福山市西桜町にあるホテルプリンスは JR 福山駅から南西に800メートル離れた住宅地にあり、市内の有限会社ニュー箱根が経営していた。火災時点で 福山東警察署に風俗営業適正花工場のラブホテルとして届け出していたが実際にはビジネス客や長期宿泊客なども受け入れていた。1960年に2階建て木造の旅館として創業。1967年に3階建て鉄筋コンクリート作りの建物を増築。それ以降の建築確認申請は行われなかった。1985年に 営業形態を風営法に基づくラブホテルに転換、囲碁幾度かの改装を経て、火災当日まで営業していた。火災当時、ホテルの構造は1階は駐車場と事務所、2階に12部屋と3階に6部屋があり、4階はボイラー室だった。ホテルのウェブサイトでは、福山一の格安ホテルを目指しますと宣伝し、宿泊料金も3900円から5700円に、 設定していた。また部屋の写真を掲載し、凝った内装を売りにしていた。これらの内装により窓に、光の遮断やプライバシー保護などを目的にしたと、見られるベニヤ板が取り付けられていた。なお、同ホテルは2001年12月31日午後7時に1回調理室から出火する火事を起こしたが、この時は、コンロと換気扇を焼くだけで怪我人はい,いなかった。 2012年5月の火災の後、ホテルは広島県警察が捜査のために管理していたが、捜査に一定の目処が立ったことで2012年11月1日に経営者側に返還。同月7日に岡山県の不動産業者に売却。12月25日から解体作業が始まり、翌2013年の2月末までにさらちになった。 解体後の土地の活用方法は2012年11月時点で未定となっている。2014年3月までに遺族及び負傷者への損害賠償が終了した。2016年5月6日、ホテルを火と煙が広がりやすい構造のまま放置して火災放置機の設置や従業員への避難指導などを怠った業務上過失致死傷罪でホテル運営会社元社長が 在宅起訴された。2017年1月25日、広島地裁はホテル運営会社元社長に禁庫3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。住宅街の中にホテルが立地していた。火災沈下後、取材する報道記者とカメラマン。鉄筋部分で7人が犠牲になった。画像から窓にはめ込められていたベニヤ板が確認できる。 5月13日午前6時50分頃、木造部分1階中央部にある事務所から出火した。当時一人で勤務していた女性従業員の話によれば、2階客室の清掃をして事務所に戻ったところ出火していた。火は勢いを増し従業員は外に出て、宿泊客に避難するよう叫んだが、彼女が着用していたジャンパーは、熱で溶け頭部の髪は焦げ皮膚も赤く腫れていた。 煙を見て駆けつけてきた、勤務中のタクシー運転手が無線で会社に知らせ、消防に通報した。同じ頃、猛烈な煙で火事に気づいた、宿泊客の中には、ホテルと隣接する、美容院兼住宅のひさしに屋根伝いに避難してきた、男性や2階から飛び降りて、肋骨を折った女性がいたが、まだ多くの宿泊客が残されていた。また、 この時ホテルの火災放置機が鳴らなかったとの証言もある。福山地区消防本部福山南消防署と消防団から消防車など16台が出動したが、火災発生直後に駆けつけた消防団員の話によれば、窓がベニヤ板で塞がれていたため放水するためにハンマーで打ち破った上、救助のために屋内に入っても煙が充満している中を、 ベニヤ板を破壊しながら消火しなければならないなど困難を極めた。火災は同日8時57分に制圧10時10分に沈下した。火災によりホテルが全焼し隣接する美容院兼住居も累承した。この火災では現行法では設置が義務付けられている破炎設備がなく煙が室内に充満し視界が悪かったことに加え、 内装に使われていたベニヤ板が肺炎を妨げたばかりか消火活動と救助活動までも妨げる悪い結果に働いた。なお、スプリンクラーは設置されていなかったが、同ホテルの規模では設置義務はなかった。火災発生時に8部屋13人が宿泊していたが、7人が死亡し従業員1人と宿泊客2人が重傷を負う事態となった。火災発生時2階には、 男女二人が三組、女性二人、男性一人客が二人おり、三階に男女二人と男性客一人が宿泊していたが、二階では男女客と女性客二人と男性客一人の五人が死亡し、三階の男女客が犠牲になった。いずれも窓が塞がれていた、鉄筋部分の客室で発見された。また火災発生時は日曜日の朝で、 在宅率が高かったことから、周辺の構造マンションの住民が撮影した映像が数多くあり、それらは報道各社に提供された。火元は当初調理室と見られていたが、フロントの壁にショートした跡が見つかったことより、漏電が原因と見られている。ただ、火災当月の検査で電気設備に異常は見られなかった。犠牲者7人の身元は15日までに全員、判明した。 全員が広島県内在住者であり、母子、男性一人、中国籍の男性二人と女性二人であった。なお記者会見で、警察は犠牲者の氏名と職業は匿名としたが、その理由として広島県警は遺族の強い希望やホテルの経営形態を考慮したためとしている。なお、一部報道によれば、母子は見晴らしから、 福山市のバラ園に観光に来ていた。また、中国人、男女4人は、中国国への中国新聞網によれば、チャンス省と四川省からやってきた広島県内の造船者などで働いていた研修生であるとしていた。なお犠牲者の遺体に大きな損傷もないことから、死因の多くは一酸化炭素中毒と思われ、18日に、 死者全員が一酸化炭素中毒が死因であることが明らかになった。広島県警は業務上過失致死罪などの容疑で福山地区消防本部と共に捜査した。17日、振動で入院したホテルの経営者に代わり、代理人弁護士がお詫び文を発表した。会見の中で5月末で閉鎖予定だったこと、火災保険の限度額が1億3000万円だった。 ことが明らかにされた。現場検証は5月17日で一旦終了。5月21日、経営者の自宅に家宅捜索が入った。2013年2月に地元消防は、火元を1階の受付検事務所の電気スタンドコードのショートと特定した。また、尾道市の施設内にホテルの一部を再現。内部にはカメラを設置し、燃焼実験を行うことで、 煙の速度や回り方を確認した。2013年5月28日に消防庁より原因調査結果が発表。電気配線、電気機器のショート、タバコの失火の可能性を指摘しつつ原因は特定できなかった。また、防火構造の不備や火災放置設備の系統が分かれていたことなどが被害を拡大したとした。建物の裏側より、 鉄筋コンクリート造りと木造をつないだ構造であることがわかる。建物接続部の拡大木造2階部分が崩壊して炉になった内壁。このように木造と鉄筋の両者は一体化していたことがわかる。福山市当局は当初、ホテルに対し建築時は建築基準法を満たしており、適法であった。その後の法律改正で遭遇はない。 既存不適格になったが違法ではなく不適格でも強制力を持った行政措置は取れなかったと説明していたが実際にはホテルは違法建築であったことが明らかになった。1967年に最初にあった木造2階建ての西側に鉄筋コンクリート造り4階建てを増築するため建築確認申請し1968年2月に 建築基準法上の検査済み証が交付された。その後、ホテルは増改築を繰り返し改正された建築基準法からすれば不適格な状態になっていたが、建築基準法は従来からある建物には訴求して適用されないため、強制力を持った措置は取れず、行政指導しかできなかった。またホテルが1974年に福山市に提出した定期報告では、 床面積が大きく増えており、木造部分と鉄筋コンクリート部分を連結する改造工事をしていたとみられるが、増床を確認する査察は行われず10年以上も確認されなかった。1987年に木造1階部分を駐車場にして階段を撤去する大規模な改造を行ったが、このような建物構造を変更する大幅な増改築は建築基準法により、 新たな建築確認が必要であった。しかしホテルが申請しなかったため、この時点で建築基準法違反状態になった。その上当時の建築基準法では3回以上の建築物は対価建築にしたり、防火設備を整えるなどの改修をしなければならず、仮にホテルが建築確認申請をしても不許可になる状況であった。そのため従来、 適応不適格とされていた不備がすべて違法建築となり大幅な改修が必要になっていた。しかし、この時査察した福山市の職員は法律違反ではないとご判断した。以来25年間違法建築物であったが火災まで発覚しなかった。なお、建築基準法では違法建築物に対し建築主事を置く一定規模の市には改善命令に従わない。 場合などには使用禁止命令を出す権限があるとされていて、福山市には建築主事が置かれており、それが可能であったが行われなかった。また、市当局はホテルに対し1987年から2011年まで5回に査察を行った。しかし、既存不適格との判断を出し、改善するようには行政指導した。だが、結局5回の査察において、 この建物が違法建築であることを市当局が認識することはなかった。そのため市当局は市の査察ミスを認め謝罪している。前述のように違法な増改築を繰り返してきたが防火設備が不十分なだけでなく管理もずさんであった。防火対策は建築基準法で義務付けられている防火設備の作動状況などの報告を38年前に一度 行っていただけであったり、元経営者であった日元責任者の死亡を消防署に届け出ていないなどずさんな状況であった。また防火管理者は元経営者の高齢の妻で現在の経営者の女性の母であった。また、市に提出が義務付けられている定期報告も1974年を最後に38年も提出していなかった。ホテルの内部は増改築を繰り返したことから、 階段は狭く、廊下には、経路案内の豆電球があるだけで暗く、逃げにくい印象を持つ構造であった。なお、福山市などが明らかにしたホテル側の法律上の不備は以下の通り。これらの指摘に対し、経営者の女性は、金のかかる部分なので、今すぐ改善するのは難しいと、経済的理由から難色を示していた。火災までの9年間、 地元消防局が査察を行わなかったこと。さらには地元消防局が通知を2006年以降行っていないことも明らかになった。この火災により全国的に宿泊施設の査察が行われた。また法律などの見直しも検討されている。火災後、広島県内の他のホテルに関して調べた結果、4割弱の施設が未報告であることが明らかになった。 広島県では、同火災を受けて、防火設備の査察や、指導のあり方を見直す、対策委員会を設置。5月24日に初会合を行うことになった。会合の内容によっては、弁護士や各分野の有識者も出席。調査ミスを防ぐ点検方法や、指導方法の見直し。消防法、建築基準法の調査委員会も設置される。 広島県では2013年の防災週間を、国務大臣も問題を重要視し、川端達夫総務大臣が地元消防の対応に問題あると指摘。前田武史国土交通大臣も既存宿泊施設の査察と今回のホテルに対しても調査の結果対応するとコメントした。この火災を受けて国土交通省は旅館、 ホテル等に対する防災査察の重点実施と定期報告制度の徹底を都道府県建築主務部長に通知。さらに、総務省消防庁と国土交通省が16日、宿泊施設の防火設備の緊急調査を国内各地の消防本部に指示、宿泊施設への緊急調査に入ることとなった。また、総務省消防庁は5月21日に、 火災の再発を防ぐため、ホテル火災対策検討部会の設置を決定。有識者、ホテル関係者、関係省庁の10人程度で委員会を構成。6月下旬に初会合が行われることになった。これまでの法令の問題点や、 問題建物の通知方法などが話し合う予定にしている。10月に総務省が発表した中間発表で旧敵マーク制度をもとにした検査制度の制定などが提言された。火災の教訓で福山市と消防局はこれまで建築物防災週間のみ行っていた査察を数年で行うように変更した。2013年1月時点で 1971年の防火基準協会以前に建てられた全国の703件の施設のうち約51%の361件で法令違反が見つかった。2013年5月に消防庁が2014年度以降新たな安全マークを導入。消防審査も復活させ、ホテルだけではなく福祉施設も対象とする方針と報道。 同月28日に消防庁が全国統一マークの整備方針を明らかにした。なお、福山市は広島県東部のビンゴ地方にあり、秋地方にある広島市から東に約1 0 0トル離れている。映像の提供先は産経新聞社など。ありがとうございます。